ツールドフランス2010はツールドフランスの第97回目の大会である。2010年7月3日から7月25日までの日程で開催された。コースプレゼンテーションは2009年10月14日、パレデコングレにて行われた。スタート地点はオランダ・ロッテルダムが設定され、レイキューブ・エルタの圧戦、十字路のアムステルダムに続き3連続でオランダが グランデパールを務めることとなった。オランダからスタートするのは1996年以来14年ぶり。初日は個人タイムトライアルを行うが、距離が8キロメートルのため、プロローグという扱いになった。第3ステージでは、伝統あるワンデーレースであるパリ・ルーベの難所で有名なアラン・ベールの石畳道を通過するという告知が当初、 なされたが、危険すぎるという理由でその手前にゴールが移動された。合計で 13.2km の石畳区間があり、これはツールド・フランスとしては1983年以来最長であった。第16、第17ステージでは、ピレネー山脈のツール・マレー峠を2回通過する。これは、ツールド・フランスがこの峠を通過するのが100周年になることを記念するもので、 第17ステージではツールマレー峠がゴールとなる。チーム TT が廃止されたこととタイムを計測される個人 TT が2ステージ合計6 0 9トルと短いという2つの要因によってオールラウンダーだけでなくクライマー特化型の選手にもチャンスが広がることとなった。序盤でかなりのパベゾーンを通過することから 1999年のアレックス・セーレ・ホカや2004年のイヴァン・マイオのようなアクシデントが起こらないとは限らず、序盤での波乱が危惧されるコースレイアウトとなった。3月30日に参加チームが発表された。プロツアー18チームとプロコンチネンタル4チームの計22チームが発表されたが、オランダスタートということもあり予想された、オランダのプロコンチネンタルチームの出場は見送られた。 ルート確定後 8.9km に延長されることになりプロローグの規定は超えているが、第1ステージへの変更は行われなかった。andyschlcctobehonouredas2010tourdefrancer-cyclingnews.com2012 w i n n e 年3月27日付。け ハット ABC バイオロジカルパスポートの違反で名称付、に2年の処分。2010年ツール総合2位白達ダッシュ CYCLESPORTS.JP2014 年7月13日。 シクロワイヤード2010年3月30日付け記事 TOURDEFRANCESTARTLISTCYCLINGNEWS.com、e、禁止薬物を含む薬物をメディカルスタッフの許可なく使用したため出場メンバーから外された危険行為により失格ポイント消臭医のファビアン・カンチェラーラがマイヨジョーヌ 同二位のトニー・マルティンが、マイ・オブランをそれぞれ着用のため、繰り下げの繰り下げで翌日ジャージを着用した。ポイント賞主位のシルバン・シャバネルが、マイ・オジョーヌ着用のため繰り下げで翌日ジャージを着用した。ABCDEF 新人賞主位のアンディッシュレクが、マイ・オジョーヌ着用のため繰り下げで翌日ジャージを着用した。ありがとうございます。